A さんのこの写真をスキャンしています。これは A4 しかスキャンできないので、3回スキャンしてそれを合成して A さんのファイルを求めます。まず最初このように入れて、上の部分ですね、スキャンします。その次に、下の部分ですね、こういうふうにひっくり返して、下の部分をスキャンします。その次に真ん中の部分ですね。をスキャンします。この3枚の写真を合成して1枚の原稿にします。ステッチをクリックします。これで元の画面が作成されました。以上です。